ゆさです。ピンクラテ DP 始まるよ。イエーイ。今日はゆさのキンキンパッキング、イエーイ。あと2時間3時間ぐらいで家を出るんですけど、まだ何も準備をしていないという状態で、ね、今荷物とか散らばってるんで、これをリケースに詰めていきたいと思います。それではどうぞ。ご飯もまだ食べてなくて、私1時に家出るんですけど、今11時で本当にやばいんです。ちょっと急ぎます。キャリーケースの中にもともと入ってるものがすごいちょっとやばいんで出します。ホテルのものとか入ってて、前旅行に行った時のやつですね。 OK です。そしたらまずは洋服を入れていきたいと思います。洋服はパジャマしたたみます。このパジャマは GU で買ったやつなんですけど、去年 GU で買ったくまちゃんのパジャマです。はい、まずね、パジャマ入れて、次は2日目の洋服を入れていきます。2日目はね、なんか暑いのか暑くないのかよくわかんないんで、適当に荷物持ってきます。2日目は半袖で行きます。マリアちゃんが半袖で行くって言ってたんで、半袖に来ました。そしたらメイクポーチを入れていきます。この2個のメイクポーチを入れていきます。じゃあまずこの発令を、こういうのってさ、ママにいつもやってもらってるからさ、自分でやるとどうやってやるかわかんないよね。これどうしよう、どこに入れるんでしょう。これはケープ入れます。ケープ入れて、次にこの袋の中に化粧水と乳液と洗顔と歯ブラシを入れていきます。パンツも入れます。このアンドハニーのお試しのシャンプーがあったんで、使いたいと思います。そしたら縛って入れます。そしたらマスク、マスクは何枚でもいるわけではないんですけど、まあ入れときます。そしたら、まあね、この中にマシュマロとかいろんなお菓子が入ってるので、それを入れていきます。そしたらこっち側はこのなんか変なビヨーンってやつで閉じます。できました。多分私の場合は絶対忘れ物があると思うので、そしたらこの中に下着が入ってるので下着も入れてきます。あ、カッチャンしたところに入れます。で、ね、このあと袋が2枚ぐらいあるので、これを折って予備の袋で入れてきます。雨降ってて、バスとか電車の時間がちょっと微妙なんですよね。なのでなるべく早く出ます。袋をこういう網網袋に入れたので、次はどうしよう、次はアイロンを持ってきます。とりあえずちょっと待ってきます。はい、コテと充電器持ってきたので入れます。ヘッドホンも持ってきました。充電器は多分すぐどっか行っちゃうんで、網網のねところに入れていきます。多分完成です。ちょっとあと絶対忘れ物ある、多分大丈夫です。完成です。荷物の中を紹介していきたいと思います。中身はこんな感じです。とまずここにお菓子がいっぱい入ってて、この下にパジャマと次の日の洋服が入ってて、ここには下着が入って、ここの段はおしまいです。でこっちに行くと、この網網のところに袋が入ってて、こっちには充電器が入ってます。ここを
カチッて開けるとこんな感じでケープが入ってて、これが乳液とか化粧水とかパックが入ってて、メイク道具が入ってて、でマスクが入ってて、ヘアアイロンが入ってて、こんな感じです。はい、こんな感じで超超超緊急パッキングおしまいです。パッキングっていうのは1日前とかちょっと前ぐらいから準備するのをおすすめします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。みんなはちゃんとパッキングしてください。